しい。おはようでーす。場所はですね、大船渡でございます。ザリガニの数が極端に少ないらしいです。なんか雨だぞ。おお、いるじゃん。おお、でかい、やった、でかい、でかい、でかい、取れた、でかい。おお、いるね。え、超うまいこれ。ザリガニの唐揚げだわ。正解は、はい、ということで、はい、私ジャングル大西が無事帰ってきました。はい、お互いの超過ねどうなってるのか、はい、気になるところでございますので、はい、よ早速ね、ザリガニ組から、ザリガニ班から超過の方を発表していただきたいと思います。よ、釣れました。おお、はい、これがザリガニですね。ほぼエビです。ほぼエビです、はい、見た目はエビです。下味つけてやったやつで、こっちはもうバターと塩だけ、何も下味せずにバターと塩だけ。マジ、いただきます。お、エビやん、ね、意外とエビでしょ。めっちゃエビや、意外とうまいのよ。意外となの。いや、エビって言われて出されたらこれエビやわ。これ下味あり、下味あり、うん、いただきます。これ甘いと思うわ。うまい、これ、はい、100点でございます。これはうまいの、これうまい、もう匂いでも100点。ザリガニ食えるな。全然食える、食えるのよ。ただ身がね、やっぱちっちゃいのが多いのよ。そう、ザリガニって身ちっちゃいんだって。やっぱ他の人今食べたのが一番でかいやつ、ね、あとは釣り班ですよ。はい、あの船釣り班と言ってくださいね。はい、船釣り班ですよ、はい、船釣り班でございますね、はい、まあ、今回僕らのその船釣りで釣果どうだったのかっていうのもね、見ていただければと思いますので、早速 VTR の方に見ていただきたいと思います。それでは VTR の方に行ってみましょう。ということで、こちらの海ですよ。釣り日和じゃないですか、かなりの。あの、皆さんいつも僕は釣れないあの釣りじゃなく、今日はめちゃくちゃ釣っている、この釣りの楽しさを皆さんにね、知ってもらえればいいんじゃないかと思いますね。この船に乗りますね。うおい、飛ぶね。怖っ、怖っ。高所恐怖症やし。早く早く早く。超絶揺れた。ちょっと揺れますよ。あー、やばー。すあ、いる。あ、やったりしてきて、ワイナメ。おー、結構なサイズじゃないですか、これ35センチぐらいじゃないですか。早速釣れました。一匹、一匹目。いや、風は気持ちいいんですよ。揺れがね。彼は勝ちだし、罰ゲームは僕ないんで。そして、ドクターニコラシチャンネル登録よろしくお願いしまーす。おう、はい、ということでね、はい、見ていただいた通りね、見ましたね、はい、見ました。ちゃんと船釣り、はい、船酔いしてるじゃん。ゲロばっか言ってるじゃん。はい、あのちょっと今回あの前の船と違ったもんでして、ずっと船酔いしてました。私3人で釣ったとは言ったものの、あの実質2人でこれ釣ってます、僕以外の。だよね、はい、酔い止めの薬飲まなかったの。飲んだ飲んだ、ヘパリーゼ噛んで飲んだ。二日酔いじゃん二日酔いじゃん。飲まんよりいいかなと思って